自民党は先の参議院選挙で追加公認した1人を含めて合わせて56議席を獲得し、非改選の議席と合わせ121議席を確保していて、平野氏の入党が認められれば平成元年の参議院選挙で過半数を失って以来27年ぶりに参議院で単独過半数を回復することになります。山は動いた。社会党は改選議席22に対し46議席を獲得する大躍進を果たしました。初めて候補者を立てた連合も11人が当選しました。自民党はかつてない大敗北となっています。参議院では与野党の勢力が逆転しました。巨大なですねエネルギーで、政治を変えようというですね雰囲気が動いてきたと、山は動いてきたと。